いやー、よく来てくれたね。実はうちの女看護師を臨床実験していたんだが。かわいい？その途中で偶然あることが発覚したんだ。ちょっと見てくれないか？かわいい？先生、今日も実験ですか？ああ、頼むよ。かわいいね。いいかい？20から下がって数えていって。20、19、さあ、過去の話を聞かせてくれ。かわいい。うさぎ野郎のホラー劇場だよ。映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。恐怖のワニ人間。1959年のアメリカのワニ恐怖映画、狼男の恐怖映画の名優ロン・チェイニー・ジュニアさんが出演しております。特殊メイクの名将ディック・スミスさんのかなり初期のお仕事になっておりまして、なかなかインパクトのあるワニ人間のビジュアルがたびたびいじられておって結構有名。普通ワニがもし二足歩行になったら体の構造上というかイメージ的に多分こんな感じになると思うのですが、ディック・スミスさんが作ったワニ人間はこんな感じ。すらりと伸びた綺麗な首を持った姿勢正しい美しいお姿。その姿はなかなかヘンテコで、一度見たら忘れられない若かりし名将の生み出した面白デザイン。ハエ男の恐怖の二番煎じなどと言われておったり、結構 B 級作品扱いされておりますワニ映画ですが、愛し合う夫婦に降りかかった悲劇を描くミステリーテイストの、実は結構な良作白黒映画だと思っております。ワニ人間がぶっ殺しまくる映画ではありません。姿勢がいいのが唯一の救いかもしれない悲劇のワニ人間です。それでは出演者たちはかなり濃厚にリアルワニと触れ合うネタバレ。それは私とあの人が結婚式を挙げる日の列車の中での出来事。今日から君は僕の妻だよ。ありがとう、とっても嬉しいわ。わあ、なんてお幸せそうなんだ。あなたが飛行機事故にあって全身粉々骨折でゴリゴリに火傷を負って顔面すりつぶれまくったって聞いて驚いたわ。どうやら間違った情報だったようね。実はそのことで君に話しておかなければならないことがあるんだ。電報でーす。それ以来彼は行方不明になってしまったの。どこを探しても全然見つけられなかったわ。わざわざ結婚式当日に行方をくらまさなくてもいいじゃないですか。懸命に調査した結果、学生の頃沼地に住んでいたことが分かったので、その場所まで行ってみたわ。一っ子一人いなかったけど、激烈にやべえ放射性物質がその辺に適当に放置されていたので、引き上げに来るやつを待ってみたわ。せめて見張り一人くらいつけんかい。引き上げに来た片腕のやべえやつに頼んで、彼の住んでた屋敷まで乗せてもらったわ。沼はドン引きするくらいワニだらけだったわ。すみません、私の旦那知りませんか？何言ってるのよ。そんなの全然知らないわよ。白々しさのお芝居が何とも言えない古典の味がありますな。私たちはよそ者は嫌いだし、あんたは何のこと言ってるかわからないから超ムカつくわ。とっとと帰ってちょうだい。奥様、もう終電がありません。終電がないんじゃしょうがないわね。止めてあげる。ご飯も出してあげる。でも絶対部屋から出ちゃダメよ。終電逃した人に優しいのは万国共通なんですかね。この屋敷は災いの屋敷だよ。うぬめしつかいがしこたまアホだったので余裕で鍵を盗んでやったわ。さっきのやべえやつは酔っ払ってその辺のワニを拳銃で撃ったりしてるし、女主人はこんな夜中にどっかに出かけていったわ。マジで災いの屋敷かしら。めけーめけー。やべえわよ、あいつの妻がやってきたわ。なに、これじゃ警察に捕まっちまう。出てきたな、古典的なマッドサイエンティスト。夜中ピアノの音が聞こえたので部屋を抜け出してみると、謎のびしょびしょの男を目撃したわ。あの女はちゃんと帰ったのかい？帰ってませんよ。今奥様の部屋を漁りまくってますよ。このしこたまアホ。私はしつこいわよ。本当のことを教えなさい。実はお前の旦那は私の息子なんだよ。すげえあっさり白状しましたね。母さん、ただいま。あなた、私よ。おったまげ。すげえ勢いで雨の中逃げる私の旦那、すげえ勢いで追いかける私。沼はワニだらけだけど関係ないわ。下手したら出演者マジで食われそうですね。ブヘヘ、姉ちゃん助けてやるからいいことしようぜ。旦那を見失ってへこんでいる私をどうにかしようとする酔っ払いのやべえやつ。私が気絶している間に愛する旦那が助けてくれたわ。トカゲの尻尾はすぐにまた生えてくるし、手足がなくなる
だっても再生するトカゲもいる。爬虫類の再生能力は素晴らしい。君の旦那は飛行機事故にあって全身粉々骨折でゴリゴリに火傷を負って顔面すりつぶれまくったが、ワニエキスを注入して奇跡的に全部元に治ったんだ。しかし最後のテストでやべえ問題が出たために電報を打って呼び戻した。ワニエキスすげえし、行方不明にならずとも一言言えばよかったような気がしないでもない。先日届いた放射性物質を使えば治療できるかもしれない。数ヶ月かけて動物実験をして慎重にやらなければ死ぬかもしれない。でも明日の夜やってみようと思う。いや慎重にやってくださいよバカ。愛するあなた頑張ってね。いや止めろよバカ。ずっと酔っ払っているやべえやつは旦那に仕返しに来て危険な放射線照射装置を扱っている博士をぶっ飛ばしちゃう。そいつもどうにかしとけよバカバカ。長時間放射線を浴びせられた旦那は世にも恐ろしい姿勢の正しいワニ人間になってしまうのであった。そして物語は急激に悲劇的な展開からの女はたくましいラストへ。星 4.5 つ終わり。